アップスリーハウス。月瀬真ネの祈りは、ルネサンス期のイタリアの画家コレッジョが1524年頃に制作した絵画である。油彩。主題は、新約聖書、マタイによる、福音書26章などで語られているイエス・キリストが、オリーブ山の月瀬真ネの園で行った苦悩に満ちた祈りから取られている。商品ながら、ジョルジョ・バザーリによって、 コレッチョの作品の中で最も希少で美しいと称賛され、画家の小型の宗教画の中でも特に有名である。17世紀半ばにスペインの王室コレクションに加わり、現在はウェリントンコレクションの一部としてロンドンのアップスリーハウスに所蔵されている。また準備素描が大英博物館に質の高い複製がナショナルギャラリーに所蔵されている。福音書によるとイエスは、 最後の晩餐の後、三人の使と、聖ペテロ、聖ヤコブ、聖ヨハネを伴って、祈りのためにオリーブ山の月瀬真ネの園を訪れた。イエスはすでに、イスカリオテのユダの裏切りと自らに待ち受ける受難、そして、死の運命を知っていた。彼は迫る運命にひどく苦しみ、目を覚まして、使徒たちに自分と一緒に祈るように頼んだ。イエスは彼らから少し離れて立ち、神に、 この酒好きを通り過ぎさせてくださいと願った。しかししばらくしてイエスは、神の意志を認め、我が父を、どうしてもこの酒好きを飲むより他に、道がないのでしたら、どうかお心通りに行われますようにと願った。イエスはこの祈りを3回言ったが、その間嫉妬たちは眠っていた。やがて天国からお使いが現れて、キリストに力を授けた。コレッチョは、 月セマネで苦悩するキリストの姿を夜明け前の劇的な明暗のコントラストの中に表現している。キリストは月セマネの園にひざまずき、神に救済を祈っている。キリストと天使を画面左端に配置した構図は驚くべき大胆さである。天使はキリストの元に現れて慰めようとしているが、キリストは天使から目を逸らし、天を見上げている。 キリストの左右に開かれた両手は、天使と言葉を交わしていることを表している。また、キリスト自身が発する光は天使を照らし、なおかつ遠方の山々を照らす、夜明けの光よりも明るく、ヨハネによる福音書8章12節のキリストの言葉、私は世界の光ですを思わせる。画面右では3人の使徒ペテロ、ヨハネ、ヤコブが、 キリストの心の動揺や天使との会話に気づかないまま地面に身を横たえて眠っている。小さなサイズは絵画が個人的な礼拝のために制作されたことを物語っている。コレッジョは同主題のアルブレヒト・デューラーの版画を見た可能性があり、デューラーは暴力的とも言える感情的な強い表現でキリストの苦悩を描いている。このイメージはコレッジョに強く訴えたと考えられる。 絵画の画面右側は火事で損傷しており、画布は切り落とされている。右側の部分については、ナショナルギャラリーの複製がオリジナルの風景の外観を明確に記録している。アップスリーハウスのオリジナルのバージョンでは、右側の眠る三人の死とは暗くて見えなかったが、1949年から1950年に行われた戦場によって複製同様に描かれていることが、 明らかになった。また、後からユダとローマの兵士の小さな人物像が追加され、削除されたことも判明した。ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー、スペイン国王フェルナンド7・七世画家であり美術評論家のジャンパオロ・ロマッツォによると、コレッチョは4、または五スクードの小学の借金を支払うため、絵画を役師に与えたという。その後、 ミラノのピロ・ビスコンティ伯爵に400から500スクードで売却された。1650年代に、当時のスペインのミラノ総督であるカラセナ公爵、ルイス・レベナビデス・カリージュは絵画を、ピロ伯爵の子孫から750ドッピエで購入し、1666年までに、国王フェリペ4世のコレクションに加わった。1813年、ナポレオン政権下で、 スペイン王となったジョゼフ・ボナパルトは6月21日のビトリアの戦いに際して、スペイン王室の83点の絵画コレクションを国外に持ち出そうとした。月セマネの祈りはその中に含まれていたが、他の絵画と共にジョゼフ・ボナパルトの馬車から発見され、初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーによって、スペイン国王フェルナンド7世に返還された。これに対してフェルナンド7世は、 贈り物として公爵に返した。絵画がイギリスに到着した時王立アカデミーの学長ベンジャミン・ウェストが注目し、ダイヤモンドで縁取るべきであると述べた。コレッジョの個人的な礼拝のための小型の宗教画としては稀なことに準備素描が現残しており、大英博物館に所蔵されている。そこでは祈るキリストの姿が素描されている。 ロンドンのナショナルギャラリーには17世紀に制作された複製が所蔵されている。この複製はイギリスの銀行家ジョン・ジュリアス・アンガースタインが所有した絵画の一つで1824年にナショナルギャラリーの設立に際して取得された。アップスリーハウスのバージョンがロンドンに到着した後もコレッジョの新作とみなされていた。ありがとうございます。